本日の閣議におきまして、去る8月の10日先週ですが、統計委員会の方から、公的統計の総合的な品質向上に向けた取り組みの提言をですね、建議として、いただいたことを報告をさせていただきました。この建議を踏まえてですね、各所管大臣に対して積極的な取り組みをお願いするとともに、総務省は統計全体の制度官庁であります。総務省としても各府省の取り組みに対する支援を行っていく旨、申し上げたところでございます。詳細はですね、統計制度担当の政策統括官、吉海政策統括官にお問い合わせをいただければと思います。あともう1点、閣議に先立ちまして、物価賃金生活総合対策本部会合が開催をされました。総理の方からですね、この1兆円の地方創生臨時交付金を増額するよう指示が出て、岡田地方創生大臣と私が連携をしてですね、物価高騰対策によりまして重点的効果的に活用できる仕組みへと見直してほしい、そして物価高騰対策を一層強化してくださいというですね、ご指示をいただいたところでございます。以上でございます。ありがとうございます。幹事社からまず1問、お伺いいたします。冒頭のご質問でもありましたけれども、統計委員会が、再発防止策と公的統計の品質向上に向けた報告書を取りまとめて建議を提出されました。内容は人材育成ですとか体制整備も含めて求める内容でしたけれども、大臣のお受け止めを、お伺いいたします。またこれまでも統計分析審査官を派遣するなどといった対策も打たれてきましたけれども、今後さらに、他省庁に対する働きかけをどのように進めていくのか、お考えをお聞かせください。はい。今回統計委員会の建議においてはですね、直近生じました事案として建設工事の受注動態統計調査の不適切事案、この事案から抽出をされましたリスクやですね、あるいは各府省のさまざまな基幹統計の調査、集計プロセスを点検をし、ユーザー視点を第一に考えてですね、建議が取りまとめられました。で、具体的にはですね、業務マニュアルの整備共有と、それに基づく PDCA サイクルの確立、適切な誤りへの対応、そしてデジタル化の推進などがですね、具体的に提言をされています。総務省といたしましても、この建議を真摯に受け止めまして、再発防止や統計の品質向上に向けた取り組みをですね、進めることといたしておりまして、本日の閣議で私の方からですね、各所管大臣に対して積極的な取り組みの要請を行ったところであります。またさらにですね、各府庁局長級の実務者ベースにおいてもですね、着実な実施に向けた工程表を申し合わせたところでありますので、この各府省の取り組みを総務省が強力にサポートすることによってですね、県議における提言を着実に実施し、公的統計の信頼回復につなげていければと思います。ありがとうございます。各社様ご質問あればよろしくお願いいたします。読売新聞の木口と申します。来年度予算の関係でお尋ねいたします。概算要求が8月末に迫っています。まだ検討中の部分も多いかと思いますが、大臣は現時点で、来年度予算の予算編成のポイントをどのようにお考えでしょうか。はい。来年度予算の概算要求についてはまだ現在、検討中で、ございます。総理の方からはですね、総務省に対しまして、デジタル田園都市国家構想の推進、あるいは新しい資本主義の実現に向けて、取り組むという指示も出ておりますので、これからまた検討させていただきますが、例えばデジタル変革への対応、グリーン化の推進、また活力ある地域づくり、さらには安全安心な暮らしの実現、地方行財政基盤の確保といったですね、総務省が持っております諸課題に対応するための施策をですね、盛り込んでいくべく検討を進めてまいります。ぜひぜひ。デジ通信の愛とよろしくお願いします。はい、総大臣について伺います。今の予算編成の話もありましたけれども、
財政とりわけ一般財源総額の確保に関する大臣のお考えをお願いします。はい、これはコロナへの対応も含めですね、持続可能な地域社会づくりを実現するためにも、この、一般財源の総額確保というのは大変重要でございます。で、骨太の方針においてもですね、この前年度と同様ですね、一般財源総額をですね、しっかり確保するという方針は踏襲しておりますので、一般財源総額の確保に向けて努めてまいります。最後です。すいません、日本テレビですが、はい、統一教会の関係で杉田政務官が官邸のぶら下がりで一切関係ないと発言した一方、ツイッター等では過去にも何度も関係の団体のイベントに参加していたりするようなんですけど、どういうふうにご覧になっていますか。はい、各政務官からもですね、それぞれこの総理指示も出ている中、概略のご報告を受けておりますが、具体的な事実関係についてはですね、承知をしておりませんので、具体的なコメントは控えたいと思いますが、いずれにせよ総理からはですね、それぞれ各副大臣政務官も自ら点検をしですね、そして今後厳正に見直すようにという指示をいただいているところですので、それに沿ってですね、適切に対応してもらいたいと考えております。大臣自身はきちんと説明されていると思うんですけれども、政務官の方、大臣政務官ということですから部下ということになると思いますけど、何か指導とかっていうのをお考えでしょうか。はい、これからしっかりと直接私の方からもですね、副大臣また政務官に対して申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。それではこちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。